以上です。ピンクラテで始まるよ。グレー、今日は以上の朝のルーティンです。それではどうぞ。早速顔を洗ってきます。それで普通に洗います。朝は水が冷たいので暖かくなるまで待ちます。そしたら私はティッシュで顔を拭いてます。拭いたらこのホイップクリーム用洗顔フォームってやつで顔を洗ってきます。これに水つけて、これをちょっとつけて泡立ちます。こんな感じです。これで顔洗ってきます。そしたら化粧水を塗っていきます。化粧水はこのメラノ CC です。手に取ってポンポンってやって塗ってきます。めっちゃ今日いい雰囲気。もう一回塗ります。首まで、ここら辺まで塗っちゃいます。そしたら次にキュールです。ちょっと濃くなっちゃうんだけど。こっちもここまで塗っちゃいます。舐めちゃダメでしょ。やっほー。そしたら次は髪の毛をやっていくんですけど、髪の毛はまず前髪から直していって、これをちょっと寝癖がやばいところに、私はこれ前髪だけにしてるんですけど、前髪にプシュプシュってやって、ドライヤーで乾かすだけで普通に寝癖が戻るんでおすすめです。そしたらで髪も多いんですよ。そしたらドライヤーで乾かします。OK です。この髪を乾かし終わったら、このヘアアイロンで後ろの髪をストレートにしていきます。これはいつもここでやってます。180度のちょい手前でやってます。ストレートアイロンが終わるまでちょっと巻きます。今日は部活なのでポニーテールをしていきます。今日は遅れ毛を出そうかと思います。これが1個持って、やってる間に後ろを取って、こうやってやっていくと伸びてみるといいみたいな。 OK です。そしたら次は前髪のコテをアイロンします。前髪をやるので、前髪用のコテを温めて、その間に髪の毛を縛ります。私は3本髪ゴムを使ってやってます。まずこことここを出して、このくしで出てるところとか適当にで、あと手でやったりして、ちょっと縛れればいいんです。そしたら2本取って、2本を結びます。この1本を縛ります。そしたらこのアイロンで、私は前髪はストレートでいってます。下に巻いていく感じで何回かやって、そしたらここの横の髪を後ろに OK です。そしたらこの遅れ毛を私は S でついてます。 OK です。そしたら一回この髪とかをあれ整えます。ここら辺もう全部これを一回やります。このキュープをしていきます。一回てっぺんやって、でその後にちょっと手で取って、この辺とか固めて、この辺とかもやって、そしたらもう一回前髪を全体にかけます。口も結構しかぶるから太くなります。完成です。では
朝食に移ります。今日の朝食はこんな感じです。パン3つとゼリーです。なんか多いんですけど、これぐらい食べとかないと部活の途中でお腹が空くんで、しっかりいっぱい食べていきます。食べ終わりました。これから歯磨きして着替えたいと思います。歯磨き粉はこれです。クリアクリーム。最近もこの歯磨き粉が辛くて悩んでます。そしたらもう着替えます。はい、着替えて日焼け止め塗ったので、あとはバッグの準備していきたいと思います。これでね、朝のルーティンどうでしたか？もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知音よろしくお願いします。バイバーイ。